これです。コンテッサがバッドモージョを集めるために使うコレクターです。憎しみや妬みなど悪い感情が集まってできたエネルギーです。それを集めてここの仕掛けを吹っ飛ばすです。簡単そうだね。でもないです。バッドモージョとは非常に強い悪の力。コレクターにダメージを受けたら私も一緒にやられてしまうです。難しそうだね。そうです、これはとてつもなく難しい作戦なのです。いっそのことバッドモージョを使ってゴーストを呼び出して、そのエクトプラズム成分を、危険な作戦ですね。大丈夫なの？直接コレクターを使ってマインドシャフラーを破壊しちゃった方が良くない？なるほど、バッドモージョをコレクターのタンク4つ分集められればあのマインドシャフラーを破壊できるだけのエネルギーになるですよ。いっぱいになったようですね。でもあと3つ必要です。気合を入れるです。コンピューターはよくわからないけど、でもビジョンゴーグルに新しいターゲットの場所を送っておいたよ。Yeah!
人です。やったです。コレクターのタンクがまた一つ満タンになったです。三つ目に行くです。新しい場所がビジョンゴーグルに出ているはずだよ。あと一つです。よし、乗ってきた。新しいターゲットを口だよ。でもこれはまあ行けばわかるよ。
これで猛獣コレクターも満タンです。これでクロックベルク愛をマインドシャッフラーから外すことができるです。いい感じです。